岸田総理大臣は2002年に北朝鮮から帰国した拉致被害者地村保志さんと面会し、金正恩委員長と直接向き合う決意を伝えました。日朝首脳会談をぜひ実現していただいて、一人でも多くの生存者を帰国できるよう努力していただくようお願い申し上げます。私自身が条件をつけずに金正恩委員長と直接向き合うこの決意や覚悟、あらゆるチャンスをものにするべく努力を続けていきたいと。岸田総理は懸案を包括的に解決した上で国交正常化を目指すと強調しました。